動くかな。うーよろしくお願いします。毎度これが雲ですね。雲じゃないんだな。何かの煙なのかな。よし、じゃあ見てみましょう、はい、豚がダイビングしている、うん、そしてあ、レイヤーになってるんですよ。レイヤー A はその豚さん泳いでいて、なんかいつものどこどんざりかさんがこれどうしたんですか。水の中ですか。え泳げない状態になっていて、え1枚だけ。これのバタバタさせてる絵を1枚描いてもらって、そしてレイヤー C は空気が口から出るってことですか。あ、じゃないんだ。じゃないんですね。水中に叩き込まれるとそういう表現で、水面にドボーンって落ちるとそんな風に見えるんですよ。あ、お水に入って、ここの泡ですか。泡が一番下に来た時にこのキャラが現れるわけですよ。その下から一番深く叩き込まれた時に、うん、これが現れるわけです。それまでは泡に隠れて見えないから。あで、これ以後泡が上に上っていくと。で、今日描くものはバタバタしてる足とか。そうですね。じゃあこれ何枚描けばいいですか。左右の足をバタバタさせてる絵を、ここに乗せて、どんな動き、頭も動かすんですか。まあそのままでもいいですけど、口を少し動かした方がコミカルになるんじゃないかなとか。ああ、じゃあ、あーからいいとか、うん、少し小さくなって、これくらいですか、うんうん、足はどうしたらいいかな。なんとなくこれが下に行く、うん、そしてこれがなんか上に行くのがいいかな、うん、こういう風にやったらアニメーションに見えるのかな、うん、違うんだけど。クロールのバタ足を想像するとどういう風に動かした方がいいと思います。え、どうしたらいいか。ここに足のなんか下に見えてくるのがありか、うんうん、こうとか。おお、じゃあそうするとこれもうよくわかんない。え、どうなってる。なんかやりたかったのはここにそんなようなな感じ。どうでしょうか。おお、いいですね。本当。まあ塩梅の問題なんですけどね。あの、他のやり方見せてもらいました。そうですね。まあ自分がやるとしたら。結構大きな動き方。そうですね。こういうギャグの場合は、うん、顔ごと動かしても なるほど。多分私がやろうとしてたのが、ただこうやって動かそうとしてた。結構原画を考えるのはなんかイマジネーション、なんか想像しなきゃいけないですね。というわけでこっちの方も仕上げてみましょうか。よし、やってみましょう。はい、最初は体が上に動いているように、うん、なんかここに膝を描きたいんだ、うん、でも難しいからショーツのだけ描こうかな。じゃあこれを大胆に動かしてみる。難しいね。
メガネと眉あたりはトレースしちゃって、その他はちょっと微調整しながら描いていったかな。わかりました。動くかな。怖いな。頭がの大きさが変わってる。まあまあ足がちゃんと動いてるけど、頭の動かし方ができてないんだ。メガネがこっちに回るんじゃなくて、完全に下に来てるんだよね。大きさが変わってる。まあこれはこれで動いてるように見えるから、こういう曲がり方したかったな。とりあえずこれを B2 にして。はい、そして泡が消える方法、こんなのは次に消しちゃって構わないんで、でこの次にどれくらい小さな泡を残しながら上に登っていってるかを想像しながら、感覚でいいっすよ、こういうのは。